東青地域は青森県の青森市と東津軽郡の町村で構成される地域県である。青森県庁は県内を6つの地域に区分し、各地域に総合的な出先機関である地域県民局を設置している。このうち東青地域県民局は以下の自治体を管轄域とする。この範囲は東青地域、東青地区、青森地方などと呼ばれる。 気象庁の地域区分の二次細分区域では東青津軽と命名されている。上記後市町村は青森県庁の県民局として区分されるだけでなく、2019年12月に青森県域連携中枢都市圏として協約を結んでいる。以下は東青地域の都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。 地域県民局青森県庁2020年1月17日、閲覧よくある質問と答え、青森地方気象台2021年5月16日閲覧、青森県域連携中数都市圏の形成に向けた、取り組み青森市2021年5月16日、閲覧 AB 金本義継。2010年大都市雇用県統計データ。東京大学空間情報科学研究センター。 2017年3月25日閲覧。平成26年度総合調査研究。経済産業省。2017年3月25日閲覧。ありがとうございます。